そうですね、まあ、決勝に臨めることは、幸せなことですし、まずは、勝つことだけを考えて、はい、自分を犠牲にしてでもチームは勝てるように、全力を出したいなと思います。まあ、そうですね、まあ、アジアカップ前から、まあ、簡単な試合はないとは思ってましたし、まあ、チーム全体として7試合を考えて、監督もメンバーをいろいろ試しながらだったと思いますし、まあ、その中で個々が、モチベーション高い中でプレーできたことが何よりも、素晴らしいことだったと思うし、はい、素晴らしいことにするために、また明日しっかり勝って、終えたいなと思います。そうですね、もちろんワールドカップで、まあ、普段サッカーを見てない人たちも、見てもらえて、まあ、そこで人気も少なからず上がったと思うし、まあ、明日も、まあ、いろんな方が応援してくれると思うので、その方たちのためにもしっかりと勝って、サッカー人気を盛り上げていけたらいいなと思います。まあ、僕個人とあんまりイメージがないというか、はい、やったことないので、はい、ただ身体能力は高いと思いますし、まあ、決勝に来る相手なんで、能力的には申し分ない相手だと思うので、はい、頑張りたいと思います。まあ、内容どうこうよりも勝つことだけを考えて、はい、やるだけなので、はい、勝ちたいなと思います。